タニタでは、赤花か水玉草族の多年草。同族の多種と比べ、全体に痩せ型。地下に細長い根茎がある。全草ほとんど無毛で、茎は直立し、高さは20から50センチメートルになり、茎の石管の基部はやや膨らんで鉱色を帯びる。葉は耐性し、鉱色を帯びた傭兵があり、傭身は長さ3から8センチメートルの長卵形から卵型で、 先端は A 線形、基部は丸く、円に低い波状の巨子がある。下記は7から9月。茎先に分子して、相乗花樹をつけ、花柄のある小さい花を下向きにつける。花樹は、長さ6から10センチメートルになり、毛はない。学列片は赤色で2個ある。花弁は白色から泡紅色で2個あり、先端が浅く三列する。湯水は2個あり。 花弁と模生する。花中は1個で、鍵状の脂肪に覆われた、海脂肪がある。果実は長卵形の喧嘩で、計2から2.5ミ、mm、リメートルになり、溝はなく、鍵状の脂肪が密生する。中に種子が2個入る。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の渓流沿いなどの湿った場所に生育する。世界では、中国大陸、 台湾に分布する。和名の谷タタでは谷タタでのデ、で谷に生え草の形がタデカのタデに似ていることによる。種小名のアラベスンズは赤くなった赤色を呈するの意味。ありがとうございます。